ワールドカップメンバーが発表されました。それぞれに感想を伺いたいと思います。じゃあももちゃんから。はい、この1年半ぐらいこう呼んでいただいてって、呼ばれなきゃいけないなってこう言い聞かせる部分と、いやでもどうだろうっていうその不安とすごい戦ってて、ただやっぱ2人目呼ばれて3人目自分が来るかみたいなところはすごいドキドキしたんですけど、やっぱ選んでもらったからにはどんな場面でもチームの力になれるようにっていうのを改めてこう感じた日になりました。私もドキドキした2人目まで呼ばれて大丈夫かな。はい、リカ。はい、やっぱ自分は4年前にワールドカップ離脱してて、あの悔しさを晴らせるのはやっぱワールドカップしかないと思っていたので、本当4年間いろんな人に支えられながら頑張ってきてよかったなっていうのを本当に今思ってますし、本当ここから戦いがスタートするだけなので、まだ何も成し遂げてるわけじゃないので、ここからだなっていう気持ちはもちろんありますけど、今は本当に楽しみです。え、合宿行ったんだっけ事前の。行く前行きました。フランスまで行って、次の日に帰ってきたんで、一泊旅行だけ行ってだからピッチに立って初めて、はい、その4年前超えれるみたいな感じだね。はい、そうです。初めてのワールドカップだったんで、発表も初めて事前に何も知らされることなく、配信で発表っていう感じだったんで、ちょっと見ながら嬉しいことに、去年はアンダー20のワールドカップが、今年はなでしこのワールドカップがっていう、大きな大会が2回続いてて、次のワールドカップの舞台で、どういうことができるかっていうのは、自分自身としても楽しみですし、頑張りたいなっていう気持ちです、ね。同い年が3人いるのか。同い年はあと2人、もう1人石川リオンと1個下に浜野舞香。あ、1個下なんだ。ライバル意識もあると思うから、仲良くもやりつつも、そこでこうどんどんチームに入っていってほしいなって思います。頑張ります。なんか聞きたいことあるみたいな感じなんだけど。はい、話しないんだよやっぱポジション柄、自分はやっぱフォワードの選手なので、こういうフォワードは頼もしいなというか、岩瀬さんから見て、っていうのはありますか。前線からのまずプレッシャーとか、前線からの守備っていうのはフォワードとしてはすごく助かると思うし、でもそのワールドカップってやっぱ強豪が相手だし、なかなか自分たちのうまくいくプレーってなかなかできないと思う。でだからなんとかこうクリアしたボールとか、もうなんとかどうにかしてくれみたいなボールってきっとあると思うんだけど、それを受け止めてくれたりとか、ファールで陣地挽回するっていうことは助かるよね。なんかそれをやってくれたら、ナイスサンキューみたいなのになってくると思うから、自分がその日本が優勢で戦う試合って、もちろんあるとは思うけど、なかなか難しいのも現状だと思うから、その厳しい時間とかここ耐えなきゃみたいな時に、そこでこう前線で起点になってくれたりとかはやっぱ助かるプレーかなと思います。じゃあやっぱ守備の人間としてこう多分こう厳しい試合もたくさん待ってると思うんですけど、そういうじゃあ苦しい時になんかこれは心得ておけみたいな、一つこう覚えておいていきたいものみたいな、厳しい試合とか、もちろん攻められ続ける試合とかって多々あると思うんだけど、それを勝っていけば結果につながると思うし、出てるメンバーとベンチメンバーの一体感は結構大会を通す上では大事なの。うちらの時もその出てるけどベンチに山郷さんがいたりとか矢野京子ちゃんって先輩がなんか何人かいてくれて、でそこがやっぱ声かけてくれたら中の選手ってすごい安心してプレーできるみたいなのあったから、そういう大会って出れない悔しさとかもちろんあると思うんだけど、でもその大会ってそのメンバーだけじゃん。だからそれは悔しさももちろんあるけど、その出てるメンバーを支えてあげるっていうこの一体感っていうのは結構大事かなって。それが一体感あるチームが強いと大会を通すみたいなと思います。私からアドバイス？私からアドバイスだって。私たちが優勝した時も、その最初の初戦からすごいチームが完成されてたかって言ったら、それは違う。なんかちょっと荒削りというか、なんかまだまだ苦戦もしたしっていうのが続いてて、けど結果を8点3を取ってった。で、そのドイツに勝った後ぐらいからもうグッと一つチームになったっていうのは経験してるから、
多分最初はちょっと荒削りというか、もしかしたら完成されてないチームかもしれないけど、まあ、それはその大会を、まあ、もちろんこう勝っていってほしい、その過程の中で多分一つのいいチームが出来上がっていくと思うから、苦しい時でもやっぱ勝ち点3っていうのをなるべくやっぱ勝ち点取れるように戦っていってほしいし、まあ、さっきも言ったけどそのベンチとの一体感とか、まあ、そういったことでこう戦っていけたら、なんかいいチームがこう最後に出来上がったらいいなっていうのは思ってます。まあ、まだまだ足りないこと自分自身すごい多くて、そこをこうプレーでどれだけチームに力を与えられるかっていうのは本当まだまだの部分もあると思うんですけど、まあ、もちろんピッチに出た時に力を発揮するっていうところと、ピッチ外でも本当岩瀬さんが言ってくれたみたいに一体感っていうのをどれだけこうプラスのエネルギーをたくさんチームに与えられる、そういう人間を目指してこの大会頑張っていきたいと思います。まあ、4年前のワールドカップで得た悔しさっていうのをこの今回のワールドカップの舞台で晴らしに行きたいと思いますし、本当にフォワードの選手なのでゴールという形でチームに貢献しつつ、まあ、泥臭いプレー頑張るところっていうところでチームにプラスの風を吹かせていければいいかなと思います。頑張ってきます。今の自分に何ができるかとか、なでしこジャパンにどういう影響は全くイメージも湧かないところではありますけど、まあ、でもさっき岩瀬さんからかけてもらえたも、まあ、背負わなくていいっていうところとかも、まあ、皇后杯の決勝の前も岩瀬さんにいつも通りでっていう言葉をかけていただいて、本当に、まあ、特に多くを考えず、まあ、頑張ることがやっぱり一番大事だと思うので、まあ、全力を尽くして、まあ、戦い抜いた先に求めている結果がこうついてきてくれたらいいなと思います。頑張ってください。お願いします。森保ジャパンの熱狂を超えてゆけ。この夏なでしこジャパンが世界一を目指す。ワールドカップ初優勝から12年、いくつもの涙を超えて、なでしこジャパン返り咲け頂点で、ワールドカップ前ラストマッチ14日夜7時、ここから夢の世界一へ。